ジョーダン・エイム・ジマーマンは、アメリカ合衆国ウィスコンシン州ウッド・グー・オーバーン、デール出身の元プロ野球選手、ウトを右打ち。愛称は、JZ。デビュー当時には、ライアン・ジマーマンの弟なのかとよく尋ねられたとのこと。実際には、血縁関係はなく、綴りも異なる。ワシントン・ナショナルズ時代ウィスコンシン大学、スティーブンス・ポイント校から、 2007年6月の MLB ドラフトで2巡目ワシントンナショナルズから指名を受けプロ入り。2008年には AAQ ポトマックナショナルズと AAQ ハリスバーグ、セネターズで10勝3敗、防御率2.89を記録。7月にはイースタンリーグのオールスターに選出され、オフにはベースボールアメリカ市の有望株ランキングにおいて球団内トップ。 マイナー全体では41位の評価を受けた。2009年はトリプル A 級シラキュースチーフスからスタート。4月20日のアトランタブレーブス戦でメジャー初登板し、6回2失点で初勝利を挙げた。続くニューヨークメッツ戦でも勝利投手となり、ナショナルズの投手としては、エクスポズ時代の1988年にランディ・ジョンソンが記録して、 以来の初先発からの2連勝となった。くしくも、ジョンソンが通算300勝を達成した6月4日のサンフランシスコジャイアンツ戦では敗戦投手になっている。ルーキーながらイニング数を上回る三振を奪うなど、全球団で最低勝率のナショナルズで奮闘を続けていたが、7月に右肘に痛みを訴え、翌8月にトミー・ジョン手術を受け、シーズンを終えた。当初は、 万全な状態に戻るまで18ヶ月を要すると見られていたが予想以上に早い回復を見せ手術から約1年後の2010年8月26日にメジャー復帰を果たした2011年5月6日のフロリダ・マーリンズ戦では2回裏に対戦した3人の打者から全て3級三振を奪い MLB 史上42人目のイマキュレートイニングを達成この年は 球団から160イニング前後という投球制限を課されていたため8月28日の登板を最後にシーズンを終えた最終的にナショナルズがスケジュールの都合で1試合未消化のままシーズンを終了したためギリギリで規定投球回数に到達防御率3.18はチームトップの成績だった2012年開幕から 先発ローテーションに入り、前半戦は過重に見放されたものの、防御率2.61という好成績をマーク。後半戦は、やや失速したが、それでもナショナルリーグ7位となる、防御率2.94をマーク。勝ち星も、やや伸び悩みながら12勝を挙げ、前年のブレイクがまぐれでなく実力であることを示した。しかしながら、ポストシーズンでは先発と、リリーフで1試合ずつに投げ、 防御率11.25と炎上した。2013年は開幕からの10試合で防御率1.71、8勝2敗とロケットスタートを決めた。その後もコンスタントに勝ち星を積み上げ、前半戦だけで前年と同等の12勝を挙げて、オールスターのメンバーに選出された。後半戦に入っても、高ペースで勝利を挙げ、最終的には、 リーグトップタイの2つのカンプ勝利を含む19勝を記録。セントルイスカージナルスのエースであるアダム・ウェインライトと共に見事最多勝ちのタイトルを獲得した。シーズン終了後のサイヤング賞投票では7位にランクインした。2014年1月17日にナショナルズと2年総額2400万ドルの契約に合意した。この年は 前年とは逆にチームがプレーオフを争いする後半戦に加速し8月と9月の2ヶ月で8勝無敗という投球を披露。シーズン最終戦の9月28日のマーリンズ戦では球団史上初となるノーヒットノーランも達成。自身2度目となるポストシーズンではジャイアンツ相手に8.2インニングを1失点に抑えるピッチングを見せかつてのリベンジを果たした。 レギュラーシーズンでは3年連続2桁勝利となる14勝を挙げたほか防御率2.66はリーグ7位、脱三振182は自己記録という素晴らしい内容だった。2015年は屈指の投球を見せた過去3シーズンと比べるとやや見劣りするシーズンとなった。先発ローテーションを守って33試合に投げ4年連続2桁勝利を挙げたが、 防御率3.66は、ここ5シーズンでワーストだった。また、デビュー以来20本未満に収めてきた、本類打を24本も打たれた。オフの11月2日に、FA となった。2015年11月30日に、デトロイトタイガースと5年総額1億1000万ドルの契約を結んだ。トミー・ジョン手術を経験した選手が、1億ドル以上の契約をするのは、 史上初、2016年は、ロケットスタートを切り、4月を5試合で、防御率0.55、5勝無敗という圧倒的なピッチングを見せ、ピッチャーオブザマンスに選出された。しかし、徐々に調子を落とし始めると7月4日に、首痛で故障者リスト入りし、復帰は9月10日となった。最終的には19試合の登板で、 防御率4.879勝7敗という成績に終わった。2017年5月23日のヒューストンアストロズ戦で通算戦奪三振に到達した。最終的に29試合に先発したが、6月以外のすべての月で防御率6点以上を記録し、八勝13敗、防御率6.08に終わった。2018年4月11日の クリーブランド・インディアンス戦では、ジェイソン・キプニッスの打球が顔に直撃して、救急搬送されたが、予定通りに次の登板に上がった。5月6日に、肩の張りで故障者リスト入りし、6月16日に復帰。最終成績は29先発で7勝8敗、防御率4.52だった。オフに、体幹の筋肉を修復する手術を受けた。2019年は、 開幕投手を務めるも、4月26日に、右肘の内側側側副じ帯を痛めて、故障者リスト入りすると、2ヶ月ほど離脱した。最終成績は23試合の先発登板で1勝13敗、防御率6.91に終わり、20先発以上で2勝未満の先発投手は、球団史上初だった。2020年オフの11月1日に、FA となった。 2021年2月9日に、ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕ロースター入りがかなわず、4月29日に、球団に現役引退する意向を伝えたが、投手陣に怪我人が続出していたこともあり逆に、メジャー契約を打診され、引退を撤回。同日にアクティブロースター入りした。 その後に試合に登板した後、5月11日に再び現役引退を表明した。主な球種は、フォーシーム、ツーシーム、スライダー、カーブ、チェンジアップ。投球全体の約60%を、フォーシーム約20%を、スライダー約15%をカーブが占め、ツーシームとチェンジアップは合わせて約1から2%程度の割合でしか投げない。ありがとうございます。